こんばんは。お金をかけずに誰もが楽しめる釣りを提案する釣りのレシピ、釣りレシピです。お疲れ様です。よろしくお願いします。さあ、今日ね、このダイソー軸ヘッド 10g を、自調しにね、西の宮浜まで行きましたが、なんとですね、ルアーを忘れるという、意味不明な行動をしてしまいました。なので、実調できてません。実調できなかった今日。はい、ということでね、西宮浜の、まあ、羽根橋のところに行ったんですけどね、何人か釣り人いてはったんですけど、まあ正直釣れそうな雰囲気はあまりありませんでした。7時半くらいまでいたんですけど、ちょっとね、どうなんでしょう、水の色もね非常に濁っていて、まあ、良くなかったっていう感じはしますが、これでね早く釣りたいところでございますが、今日は、そんなねダイソーさんね、この間からいろいろねすごく頑張ってくれてるんですけど、そのダイソーさんがですね、またまた意外とこの道具でテンションが上がるっていうですね、釣り道具を、新発売バージョンアップしていましたので、今日は紹介したいと思います。それほど長い動画では今日はありませんが、しばらくの間お付き合いください。よろしくお願いします。さあ、じゃあ、いきます。リリンっていう、こういうねダイソーのねステッカーシリーズありますよね。いろんなところでね、種類もどんどん増えて楽しいステッカーシリーズがあるんですが、なんとねこのステッカーがね、ちょっと装いも新たに大バージョンが増えてました。ちょっとごめんなさい、日本語おかしくなりました。めちゃめちゃバージョン増えてました。じゃあ順番に紹介したいと思います。でれん、1枚目はこれです。タコでですね、見てください、タコって漢字で書いてあるんですよ。ちょっとね、白黒の分を今までと、雰囲気をね変えてきました。で、ちょっと開けてみましょうか。こんな感じですね。こういう感じです。見てください、めっちゃかっこよくないですか。で、カラーはねこういう感じ。なんかこれね、なんか魚屋さんとかで使えそうっすよね。魚屋さんとかお寿司屋さんに使えそうなね、そんな感じのね、なんかバージョンに切り替えてきた感じですね。これ魚屋さんとかにこうやって貼ってあって、タコ550円とか書いてあったらなんかいいですよね。とかバージョン2いきます。これすごいですよ、ほんますごい。どれいこうかな。これいきます。でーん、マグロ、やばないですか。もはやマグロ釣るの本気みたいな感じの一つが、マグロっすよ。マグロ出します。で、そして見てください、マグロもほら漢字付き、カラーと、モノトーンの、漢字ありもですね、これ2種類になったんですよ。見てください、これじゃじゃん。もうでも例えばクーラーボックスとかにこれ貼ってたらめっちゃ強そうじゃないですか。もうその人やばみたいな。見てください、これめっちゃかっこいいっすよ。もうこうやって並べただけで、わお。でもね、すごいな、ね、これだけじゃないんですよ、まだいっぱいあるんですよ。まだあるんですよ。やっほー。でね、待望なんですよ、これ待望のね。何来たと思います、今まで。いろいろありましたよね。サワラ来て、アオモン来て、ね、ブリとかあって、タイにチヌアだと思うんですよ。で、タコとマグロが来て、次何来たと思います。はい、やってください。5秒です。5、4、3、2、1、0。はい、じゃあいきます。じゃーん。アジです。すごいないですか？アジですよ。税後もちゃんとなんか、再現されているんですよ。もうなんかね、もうテンション。意外とこういう道具も、テンション上がりますよね。で、そして、まあ、使い方としてはですね、
先日は熊少年に参加賞としてね、このステッカーをあげましたが、見てくださいよ、この味、漢字ですよ、味ね、タコのね、この漢字のこういう風にこうね揃ってなかなかかっこいいですよね。いや、なんかお寿司屋さんみたいになってきましたね、だんだんね。この釣り道具っていうか、なんか寿司屋さん道具みたいな感じになってきましたね。まだあるんですよ、最後。もう一種類分かります。これ分かったら相当やと思います。これ来たみたいな。いきますね。こういうのね。5、4、3、2、1、じゃん。はい。キスです。キス来ます？めっちゃ可愛いじゃないですか、しかも。なんかね、いや、これ、正味思ってたのが、ちょっと青もんと全部色一緒なんですよね。あの、ハマチとブリのやつと。だからなんかちょっと地味やなと思ったんですけど、そこでね、このキス着てくれてね、ほら、めっちゃ変わりますやん、様子。ね？ところ感じで、ほら、キスでしょ？もうこれ全部並べてなんかに貼ってるだけでもうめっちゃええ感じですよ。ほら。どういうことっすか、これはもう。これすごすぎちゃいます、もうほら。どういうこと、もうこのダイソーのステッカーすごい。そしてダイソーのステッカーは意外と丈夫。ほら、あの、貼ってあっても、クーラーボックスとかに。でなので、またね、このね、バージョンアップがね、されたっていうことは、嬉しいお知らせじゃないでしょうか。全部揃えてみて、ちょっとお子さんとかのノートになったりとかね、しても面白いかもしれません。このさ、魚この感じやねんみたいなね。そういう使い方もできるのではないでしょうか。ということで、今日は、このダイソーのシール、釣りのね、釣り具に貼れるステッカー、新バージョンが4つも登場していた。ということをお知らせします。そして、この間もね、紹介したんですけど、今釣れてる豆味には、プロマリンさんの豆味1号3枚セット、ぜひ試してみてください。非常にコストパフォーマンスがいい上によく釣れますので、はい、プロマリンさん豆味の、この1号ね、3枚セット、なかなかの商品となっています。さあ、ということでね、もうなんか春の青物がね、なんかあの夏のもじゃことかつばすに買っちゃってますけどね、ちょっと釣りに行く機会がなかなかなくて、青物まだ釣れてませんが、ちょっとそろそろね、もじゃごつばすセーバーで行こうかなと思ってますので、またね、消化流したら流したいと思います。それではまた失礼します。さよなら。